桂原ラハ神皇は、官武天皇の御子。官位は一品、太宰卒。官武平氏の祖。延暦十七年異母兄弟の大友御子と共に、元服。延暦二十二年四品、自武教に助任される。延暦二十五年平城天皇の即院後間もなく、大倉教に任ぜられ、壇上院を経て、大道四年三品に任ぜられる。公認元年、クスコの変に前後して、 式部教に専ると、佐賀朝ではこれを10年以上務め、公認3年だ在卒を兼ね、公認7年には二品に除せられている。公認14年、純な天皇の即位後に、団上院に専利、天朝2年には息子を親戚降下させ、タイラー・アを称することを上奏して許されている。天朝7年式部教に服し、翌天朝8年には、 宅基王女以来80年ぶりに一品に助せられている。この後も、約20年の長きにわたって、式部教を務め、この間の上は2年に開国駒軍の巻であった、場合や空間地500丁を与えられている。歌唱3年、門徳天皇の即位後に、再度打大卒に任じられている。忍受3年6月4日公挙。去年68。最終官位は一品大卒。 遺言により葬儀は、質素なものとしたという。伝承の墓所と邸宅跡地が、京都府を特に軍大山崎町にある。親王として、書官を歴任したが、特に式部教については、公認元年に、任官の後、途中公認14年から天朝7年の期間を除いて、歌唱三年に、多在卒に転任するまでの十三年間にわたって、その職にあり、 六国史の隠れ殿において、旧在式部暗職無言在旧天幕二ち連挙朝、茂行と新能自身が政務に熟達し、朝廷でおもんじられていたことが記されている。幼少から春秋として知られていた。市伝を精読しており、歴史上の成功をあるいは失敗例をもって、自らの戒めとしたという、うやうやしく慎み深い性格で、おごり高ぶるようなことがなかった。 六国史による、ありがとうございます。